こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は儲かる商品を見つける方法ですね。これについてお話します。儲かると思って仕入れた。しかし到着時には値下がりしている。競争が激しいです。どうしたらよいでしょうか。こういう相談をいただきます。これはですね、まず、その商品が競争が激しい商品だということが分かっただけ、一つの収穫です。で、その時にやるのはですね、この商品をどうやって見つけたか、その見つけた時のポイントとかをよく考えてですね、同じアプローチで探せば同じように競争が激しい商品が見つかるということをしっかりと認識するというのが大切ですね。で、ありがちな見つけ方は、どうやって見つけたんですかというと、ツールを使いましたとかですね、あるいは他の出品者の真似をした。これはもう、本当にわざわざライバルが多いところに突っ込んでいくやり方なんで、おすすめできないです。で、あともう一つね、惜しいところまで行って、こうなっちゃうのは、ランキングが良い商品だけを選んで仕入れてるという場合にもこうなります。ランキングが良いってのはね、売れてるってことですから、売れてるってことは、なんで売れてるか、供給する人が、安く、供給できるからと。いくらでも手に入るから、どんどん供給してるから売れてると。そういう商品って、ランキングは上がるけど、値段はどんどん売れるたびに下がってきます。だからそうでない商品を探す。ここは重要ですね。その商品を、どうするかってことじゃなくて、同じ見つけ方をしたら、儲からない商品ばっか仕入れちゃうと。じゃあ、どういうふうに違う仕入れ方しましょうねっていう形で、考えてください。売れない商品、値下がりした商品を何とかするんじゃなくて、する商品が分かったと。じゃあ今度は値下がりしにくい商品を探そうというふうに、考えて仕入れをするのがいいです。同じように、利益率が悪いです。どうしたらもっと効率がいい商品見つかりますか？どうしたらもっと利益率上がりしますか？机上の空論ならね、扱い量を増やしてコンテナで送れば送料下がるんで利益率上がりますって言いますけど、副業でそんなレベルまでやる人は滅多にいないです。本業でもね、そんなレベルまでやるのは、リスクが大きくてあまりお勧めできないです。この商品もそうではなくてですね、利益率の目安が分かったというふうに捉えてください。で、ありがちな落とし穴はですね、仕入れの3倍で売れるけど、重い商品だったとか、あるいは大きな商品だった。この場合はね、もっと利益率を高く取んなきゃダメですね。だから大きな商品、重い商品は3倍じゃなくてね、5倍とか、あるいは2倍プラス実質送料という形で捉えてください。何しろ、利益率の低いという商品が分かったと。あるいはね、安い商品だったということもありますね。絶対的な金額が安いと、たとえ3倍とかで売っても、利益は出ないということがよくあります。これもね、利益率が悪いというのが分かったと。結局ね、目利き力とか商品探しっていうのは、うまくいく方法、うまくいかない方法が分かっていって、うまくいく方法を繰り返すと。儲かる商品、儲かんない商品が分かって、儲かる商品を探し続けると。それしかないと。単純に言ってそれしかやることないんですね。なんで、儲かる商品を見つけ続ける人は、儲かる商品を見つけて儲かりますし、普通の人は陥りがちなミスなんですけど、儲かんない方の商品をどうしようかってところに切り取られて、儲かる商品を見つける作業がおろそかになれば、いつまで経っても儲からないということになります。ですんでね、儲かる商品を見つけるために重要なのは、儲かる商品を見つけることですと。なんかね、当たり前すぎて馬鹿にしたような文章なんですけど、これがなかなかできない方が多いです。儲かる商品を見つけるためにやってるのに、儲からない商品で儲けようとしちゃうとかね。儲からない商品で、たくさん増やしていくと、儲かると思い込んじゃったり。これね、両方ありえないです。儲からない商品はいくらたくさんやっても儲からないです。それから儲からない商品をどんどん見つけて、なんで儲かんないんだろうって考え込んでもですね、それは儲かるところにはあんまりつながりにくいです。そうじゃなくて、儲からない商品を仕入れたっていうのはね、単に経験と。失敗という言い方もできますけど、あえて経験と。ね、成功するもんばっか、ど真ん中で仕入れるってのは実質不可能なんで、儲かんない商品が分かったと。この探し方をしたら儲かんない商品が見つかるんだな。じゃあ別な探し方をすると。儲かると思ったけど儲かんなかったと。これだけ大きいと、3倍で売っても儲かんないんだなと。
そしたら、その重い商品はもっと5倍で売れる商品を扱うと。まあ、そういうふうにね、経験として別な商品を探すと。儲かる商品を見つけるまで、探し方を工夫するというふうにやれば、案外簡単です。で、それをね、自分一人でやるとなかなか大変なんで、これを仕入れたら儲かりませんでした。これは儲かったんですけど、仕入れは追加ができませんと。そういうふうに相談していただければ、あなたに合った見つけ方を教えます。何しろ、まあ、どんどん商品を仕入れてですね、その結果をフィードバックしていただければ、儲かる商品を見つけるところまで、サポートさせていただいてます。また、バンだらけで仕入れて、送るというのが一番簡単な探し方なんで、それを教えてますけど、人によってはね、そのやり方じゃない方がやりやすいと。まあ、住んでる場所とかね、バンだらけで店頭でピコピコやるのが嫌だとか、そういう場合もありますんで、そういう場合はそういう場合でまた別の方法もお教えしてます。何しろね、儲かなくてどうしようと、儲かんないもんばっかりフォーカスしちゃったりとか、あるいはね、やっぱダメそうだなと、諦めちゃったらそれまでなんで、やってることをどんどん報告していただくと。やることがなかったら、なんで動けないのかですね。何がわからないのか、どういう気分なのか、何をやってるのかっていうのを報告していただくと。何かしら報告あげていただければ、それに対しての対策、相談、アドバイスできますんで、どんどんお気軽にチャットバックの方に書き込んでください。本当に Amazon 輸出で稼ぐってそんな難しくないです。考え方とか切り口一つなんでですね、これから儲かる商品探して、10月から始まる、ハロウィン、そこから始まるホリデーシーズン、まあ、その辺でですね、がっつり儲けるように、まあ、今からだったら本当余裕を持って取り組めますんで、どんどん儲かる商品を探して、やっていきましょう。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。